この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋藤之介が同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら様々な企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 所長です。高橋です。髪で指の節のところを切ってしまった之介です。仲間がいる YouTube です。そしてスペシャルゲスト山口勝平さんで作手。いやーやったー、すげー、やったやった、きたー。ティアラストアでのシークレットゲスト、はい、違和感の一つとして呼んでもなかったいました。なんだかんだでよく行ってんですよ。はいはいはい、なんだかんだでよく行って、あのレジとかやらされてるんで割と制服は着慣れてる。確かにな、似合ってたもんな。溶け込み方が異常でしたもんね。確かに。場所を移しまして、これからインタビューというか、まあ、トークを勝平さんとなんとしていこうという公式感あふれる企画に、前にですね、高橋之助に勝平さんに聞きたいことというのを用意してもらいました。はい、ちなみに2人ね、ワンピースマガジンでやる企画だからって言って用意してもらってるんで。そうなんです。それじゃあこれワンピースマガジンには乗らない？乗らないです。ワンピースマガジンに乗りたかったって言ってかもしれない。乗せればいいじゃないか別に。これどっちの質問、高橋之助？これは僕だったと思います。はい、勝平さんといえばいろんな作品でもいろんな役柄をやられてると思うんですけど、はい、やっぱその中でもそのウソップはなんかこういうところ、こういう声の出し方とか、もし、はい、あの勝平さんなりのなんかそういったこだわりとかがあるのかなって思って、もしそういったところを聞ければと思ったんですけど、まずは、ウソップは最初キャスティングされた時に全くイメージが湧かなかったんですよ。なんかずっとワンピースやっぱり連載の時から好きで読んでて、はい、完全に自分をルフィで読んでたからなるほどね。まずこっちの方ね、こっちの方ね。あんまりそれまでやったことないタイプの役だったんで、実際どうやっていいかが分かんなくて、はいはいはい、ちょっとコメディキャラという、はいはい、意外とないですね。いろいろそういう意味では試行錯誤して、うん、物語進めていくうちにどんどんいろんな新しい要素が必要になったら、じゃあそこを入れてみようって感じで、はい、ウソップは作っていったんで、だそういう意味で言うと、逆に言うともう今は一番自由度が高いのはウソップですよね。自分がやってるキャラクターの中でウソップはなんかどれでやってもウソップになるっていうか、勝平さんそのものみたいなところがあるよね。麦わらの一味、割とみんなそういうところありますからね。やっぱり確かに長くやらせてもらってるわ、うんうん、逆にそのなんか、はい、自分でイメージわからないまま始めたわけじゃないですか、うんうん、そのやっていく中で自由でいいんだってこう切り替わったぐらいの時ってどのぐらいやったの？うんうん、割と一番最初のエピソードはって、うん、ウソップ海賊団解散するまでがこうやっぱり海の苦しみだったのかな。そこはね、うん、だからそこ以降は割ともう楽しくやれるようにはなったんですけれども、そうですね、最初はちょっとあがいてましたかね。なんとなくやっぱ20年以上やってきてるせいか、なんかみんなねそれぞれやっぱ似てるんですよ。飼い犬が飼い主に似るじゃないですか、そういうのがあるんですよね。どういう例えだ。まあ、まあね、小田先生の飼い犬みたいなもんですよ。言っちゃったよ、ご本人言っちゃったよ。いやそんなことはない。アニメ1000話、はいはいはい、これも高橋かな、はい、そうですね、はい、うん、こうウィーアーがね、はい、もうすっごい良かった。テーマのウィアの、まあ、リメイクっていうか、はい、ね、絵を新しくしてるやつはちょっと泣けましたね。いやそうですよね、演出がすごかったね。はなんか絵をリメイクするっていうところまで聞いてなかったので、オンエア見た時になんかえぇ、みたいな。オンエアで知られたんですね、うん、イーストブルーの5人が始まったあのウィアに今やっぱり、ね、ジンベイも含めて10人、うん、はい、出てるっていうのはなんかちょっとすごい感慨深かったし、そうですね、またウィアはもう特別だなみたいな、はいはい、もちろんあの全部いい歌、ワンピースのオープニングってすごくいい歌多いんですけれども、うんうんうん、ウィアはちょっとこう一つ違うところにあるなっていうのを感じましたね。北谷さんにもインタビューさせていただいて、はい、その時もやっぱりもうウィアはやっぱ特別ですよねというか、うんうん、何かしらでこうワンピースが例えば取り上げられるとき必ずやっぱウィーアー流れるよねっていう、うん、そうですね、そんないい歌をこの人たちはなんか変な替え歌してたじゃない、両替機なんて混雑のもと。実はボールが悪魔のミラノで普
普通に食べられるんですよね、これすごいでしょ。落語の話、はい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 、これはのすけかな。僕です、うん、和の国の最初の方でウソップがですね、ガマのあばら売り、そうです、そういう硬いとこもあったじゃないですか、うん、なんかそういうのにこう自分自身での経験が生きたりとかっていうなんかあるんですかね、うん、いや、あります、あります。あれ、うん、やっぱり落語を勉強しててよかったなと思いましたし、それっぽくはやれたかもしれないけど、自分の中で自信を持ってこうですっていう、うん、はいはい、やっぱやり方ができるようになったのは良かったし、うん、あれも勉強を始めたのをあのやっぱ小田先生が知ってて、はい、うんうん、それであの和の国のスタートのところはガマの油売り入れましたみたいな、だから情報としてもらってたんで、なるほど、すげえ話、はい、カッペさんの落語が先にあってあのウソップの語りがあったんですよ。そうですね、落語を始めたっていう情報があって、うん、なんかウソップにそういうことをやらせたっていうのは、うん、おっしゃってましたね。それは面白いですね。そう、面白い。アニメがすごい気合い入れちゃって、うん、尺がそうすんごい丁寧に作ってくれて逆に長いみたいなこんないらねえよ。あの音のメロディーとリズムで聴かせるから、うん、ものすごいゆっくりこう一個一個やられると結構いやこれ2回ぐらい入るんだよ時々。そうだからその小田先生からのそういう面白い、まあ、リクエストというか無茶振りというか、うん、時々あるんですよ、うん、ソゲキングの時もそうなんですけどねあの歌詞だけ変えてあって、はいはい、あの作曲よろしくってなって、でアニメのスタッフさんの方から、はい、時収録してる時に、はい、どうしてももうないと間に合わないから、はい、今日作ってくださいって言ってすげえな。そんな短期間じゃあれってアドリブで歌ってたんだ、すごい話、ね、聞いたことなかったかもしれない。狙撃の島でそうなんですよ。なのに今まで自分が歌った歌の中で一番なんかこうメジャー感があるすごい、いや本当にしっくりきましたマジで、そうマジしっくりきました。歌ってんだよ海外とかのコンベンションみたいなあのイベントとかで、絶対向こう行くとみんながあのソゲキングの歌歌ってくれっていう、いやもうワンピースそういうの多いですよね。多いですね。まあ、それこそネコマムシがね、もともと張さんが、うんうん、張さんが歌ってた歌、ね、はいはい、そうですね、はい、僕らのプライベートもフィードバックされるっていう、そうどんどん取り入れてますね確かにあ、これ僕ですね、のすけ、はい、うん、年単位で怖いですよ、うん、あ、これだろ一応レギュラーなんだけど、ね、ですね平気で2年半から3年休みになる最初の質問にあった通り、あんまりこうね、今自由にやられてるってことなんで、そういうのもないじゃないんですよね。一番最初みんなが同時に休みに入ったのが、はい、熊に飛ばされたとか、うん、それから、はいはい、あの頂上戦争決戦になった時が多分みんなバッと休んで、はいはい、本当にあの間も2年ぐらいみんな休んでたんで、はい、で久しぶりにその2年後で撮る時、はい、ちょっとみんな探ってましたねやっぱりちょっとお気に入ってる自分面白い、それ面白いな、その状況、うん、それもだから長いからこそというか、なかなかない話ですよ、うん、その間にこう始めたアルバイトが、うん、ホワイトボードを書くっていうね、ホワイトボードを書きに行きつつ、ホワイトボードを書きに行ってんだからなんか役をくれっていうこれでそうやって言ってたんですねダンドルフとかってそのあたりでもらった役ですよ、ね、あ、そうか、ホールケーキですもんね、あの時は嘘ってね、そうなんですね、なんとかワンピにしがみつくしがれっていくわけですよ麦わらの一味、皆さんそのめちゃめちゃ仲がいいイメージなんですよ、うんうん、声優さんに含めて、はいはいはい、その中でも、はい、ウソップって作中でもやっぱすごいツッコミ役なイメージがあるんですけど、うんうん、はいはいはい、やっぱりカッペさんもそういった感じの立ち位置というか、さっきあの立ち位置の話ありましたけど、そうですね、なんかやっぱ、うん、なんか場を回すことは多いですよね、うん、はいはいはい、ジャンフェスも大体司会やらされるしそうなのよ、そういえばそうだ、確かにそうだわ、なんか気がつくと台本持ってんの俺だけみたいな、あ、なんで君たち台本もらってんのに持ってこないみたいな、みんな自由だから、あとみんな好き勝手だよね、店長が一番自由ですもんね、やっぱ店長自由ですね、あんたもマトマンマルフィーですからね、マンマルフィー、俺だけやっぱり長い期間やってきて、うん、はい、エピソードオブマルブラとか、なんかリメイクのね、はいはい、エピソードとかあるじゃないですか、はいはい、で改めて今自分がなんか過去のシーンでこれやりたいとかって思うシーンありますか、うん、あー、いい質問来ましたね、はい、メンバーはみんな言ってんだけど、はい、実はエピソードシリーズでもう一回やるのってものすごいパワーがいるから、うん、本当はやりたくない、そうなんですね、当時の自分を追いかけちゃうから、あ、
絶対その時に感じた新鮮な思いでやってる芝居の方が絶対いいんですよ。でやっぱリメイクすると、うん、あのその時の気持ちをやっぱ自分自身も追いかけて、うん、あの時のセリフこういう感じだったなとかになっちゃったりとかするので、うん、技術もね変わって、はい、あのやっぱ絵の感じとかも昔の絵じゃなくて今の絵でやりたいっていうのも分かるけど、うんうん、役者はよっこらしょは結構きついですね。なるほど、うん、なんか先に進みたいじゃないですか、ね、うん、いい次の演技をもしていきたい、次の冒険に進みたいね。ちょっとワンピっぽく締めたぞ。いいまとめ方されてますよ。ということで、東映アニメさん、今後エピソードシリーズはなしで。いやそこまでは言ってないじゃない。これで決まっていいの？そこまで仲間がいるんで。やめよ。ロスケのせいで亡くなりました。やめてやめて。一生やんないです。一生やんない。いやいやいや、やめてやめて。質問答えていただいて、カッペさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、うん、せっかくカッペさんがいらっしゃってるので、はい、一つ、ゲームコーナーをゲーム、はい、用意させていただきました。やった。俺は二人聞いてないよね。聞いてない。聞いてない。カッペさんはウソップだけじゃねえ。アニメワンピースウソップ以外を拍手。やったー。出た。ルール説明させていただきます。はい、麦わらの一味の皆さんが、うん、結構一味以外の役をやってることはご存知ですね、はい、はい、はい。その時別の名義、高橋くん何ていう名義でやるの？はい、ソコツヤ。ソコツヤ丸々店ですね。はい、はい、ちなみにカッペさんはソコツヤ、はい、東品川店です、ね、かなりギリギリまでプライベートを出してます。攻めていいんすか？品川店でいいんだもん、だって本当は。そう、これから見せるフリップに12個のキャラクターが並べられています、うん、はい、その中に山口さんが演じたキャラとそれ以外のキャラも混じっています、うん、その中でカッペさんが演じたキャラクターを当てていくクイズですね、うんうん、はい、演じていないキャラを選んだらマイナス1ポイントで2人が交互に選んでいって、はい、その合計で勝敗を決めます、はい、うん、ということで、ランドルフは正解です。あ、ですね、勝った方にご褒美がありまして、おなんと、はい、カッペさんと一緒に、うん、ウソップの名シーンを再現する権利が与えられた。一緒に。いやいやいや、それ別に声優さんでもないんですけど、うん、いやもちろん上手い下手じゃないから。じゃあのすけくん、この中で、はい、カッペさんが演じているキャラですね、うん、演じていないキャラも混じっています。演じているキャラですね、はい、うん、全然わかんねえな。たかしどう、これわかりそう？何キャラかは覚えてねえな、はい、では5秒前5、4、3、2、1、はい、決めましたか？ではのすけが選んだのは、うん、私が選んだキャラはミノタウロス。私山口カッペは、はい、ミノタウロスを演じて、うん、いますもうやってますか、もう正解です。やったまさに今。よっしゃ、ミノタウロスやってくれたのに。今聞けた。多分こんなんだったと思う。なるほど。ということで正解です。1ポイント獲得。イエス。素晴らしい。はい、でははい、ぐんずんいきましょう、はい、ではたかしくん、はい、選んでください。僕決まってます。はい、はいはい、私が選んだのは、うん、ドグラです。カッペはドグラを演じてたに。正解。うわー、すげー、これすげー、生でドグラ聞けた。ということで1ポイント獲得、おめでとうございます、はいはい、ドグラはすごい。ダダンのね、仲間ですね、はい、あのちっちゃいやつですね、うんうん、のすけくん次の回答お願いします、はい、1ポイントずつですね。今僕が次に選んだキャラは春だこ。山口カッペは春だこを演じていましたよ。正解だ。やった、来た。すごい、春だこ、これがすごいわ。ちっちゃいっていうね。これが本がね。ちょっとよー。おー、綺麗。さすがです。やっぱ最近のキャラだから。クオリティ高い。はい、いやー素晴らしい。2ポイント獲得。Yes。 はい。たかし君、うん、2つ目ですね。たかし君の中では。そろそろね、はい、ちょっとなくなってきましたが。いうん、はい、僕が選んだキャラは、はい、バリエテです。私山口カッペはバリエテを演じていたでござる。大変でござる、大変でござる。正解。バリエテ、いやすごい。バリエテはやりたいっつってやらせてもらいました、ね。やりたい、そうなんですね、はい。それどういう流れだったんですか。もうやこれをこのキャラはすごい合ってると思ったってことですか。うん、猿だから。猿だから。猿だからゴムだからみたいに言わないでください。汚いねの言い方。マスケ君、そろそろね、ちょっとな正解が少なくなってきたと思いますが。正解あるんですよね、まだね。あります。うんうん、まだまだあります。僕が選んだキャラは、はい、
マンジャロ、ニセゾロ。はい、私山口カッペイは、はい、ニセゾロを演じていたけど、お腹痛くなるからやめて。いつもお腹痛くなっちゃうんだよ。やったやった、ニセ麦わらの一味のニセゾロは、はい、カッペイさんですよね。ニセ一味の中で、はい、一番人気でみんながやりたいっつってたのはニセロビンですね。あ、そうなんですね。あのチョッパーにキュウリやはいはいはい、ということで正解です。おめでとうございます。3ポイント獲得。イエスイエス。さあ、ドボン出ませんね。いや、ちょっとね、ここがね、僕自信がちょっとないんですけど、うん、はい、いきます。はい、で、私が選んだのは絨毯のラビアン。私、山口カッペは絨毯のラビアンを演じていません。残念だろ。マイナス1ポイント。やりということで、高橋君今っっ、これで1ポイントで、ナスケ君が3ポイントですね。残り2個で正解が。残り2個、はい、ランドルフ以外ね。ランドルフ以外で、はい、ランドルフはもう正解なんでした。僕が次に選んだキャラは、はい、ゼリーのニトロ。カッペさん、いかがでしょうか。ニトロ、はい、私山口カッペはゼリーのニトロを演じていたぜ。イエーイ、だんだん自分の声のバリエーションのなさに悲しくなる。いや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 、そんなことないですよ。めちゃめちゃそんなことないですよ。声色変えるんじゃなくて、これ演技ですもんね。はい、ありがたい。さすがのフォロー力ですね。なんと4ポイント獲得で、ノスケの勝利は確定したんですが、はい、高橋ここで正解したら、はい、なんと、はい、100ポイント。おー、100ポイント。何やそれ。しゃあ、二択なんですよ今。二択なの。じゃあ、では高橋君、5秒前、はい、3、2、1。では、はい、回答をどうぞ。私が選んだのは龍之介です。さあ、カッペイさんどうでしょうか。はい、私山口カッペイは龍之介を演じて今せん。残念でした。近いんですけどね、まあ、ある意味言えば僕の息子だったんだよね、龍之介。そうですよね。そうだ、山口龍之介が龍之介やってた。そう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 、龍くんがね。そこは知ってたんですよ僕。いや、残念ながら高橋、うん、マイナス1億ポイントっていう。意味ある。高橋くんがマイナス2999万。ちゃんとしなくていい。まあね、約1億で。そうですね、約マイナス1億で、龍之介が4ポイント、はい、獲得ということで、龍之介くん優勝。マジでやったぜ。やった、おめでとうございます。大差で負けたわ。全部当てちゃったわ。珍しいよね、のすけが優勝するのね。本当に珍しい、確かに。だいたい罰ゲームなんですよ、のすけ。そうですよ、そうです。ということで、なんと今回、はい、あの名シーンを再現する権利をのすけに授けたいと思います。ガス、はい、どのシーンだと思う。多分ですけど、はい、ロビンの真似するシーン。どこ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 。ロビンの真似。ロビンの真似じゃない。声出てたっけ、そこ。魚にクリコリコされてないかしら。魚にクリコリされてないかしら。違うわ。違う。ウソップといえば、やっぱり名シーン。名シーンだから。ウソップ海賊団の別れのシーンです。解散のシーンですよ。マジか。先ほど話出てましたが、ここでカッペイさんちょっと台本をお渡ししますんで、はい、のすけくんにカッペイさんから、お前の野望なんだ、はい、言うから。はい。したらもう本当に自分の野望を言うのよ。そっかそっか。ただ台本に書いてあるのは一応高志が勝った想定なんだけど。俺が勝った想定だった。お前らの野望なんだって言われて、高志はアニメワンピースの主題歌を歌うことですっていう、っていう書いたんだけど、負けたからダメです。はい、1億負けたからね。それではあのシーンの再現です、はい、カッペイさんからよろしくお願いします。はい。お前らの野望はなんだ。全身脱毛することで。ちょ、もう一回いいですか、すみません。本当にすみません。さっき聞いてた。同じシーンやるの疲れんだから。そう、確かにそうです、ね、エネルギーいるんだから。かでは、カッペイさんからよろしくお願いします、はい、お前らの野望は何だ。宇宙に行くことです。それぞれの野望の火を絶やすことなく、己の道を突き進むことをここに誓え。今日限りをもってアナザーブルー海賊団を解散する。
いやーすごい、やっぱすごいわ。鳥肌すごかったもん。ということで、アナザーブルー海賊団は解散です。お疲れ様でした。違う こうウソップ海賊団を解散するだったんだ。そうです、間違っちゃった。まあでもね、二人ともウソップ海賊団です。うわー、それはありがとうございました。というわけで、はい、楽しい時間はそろそろおしまいになってしまいました。今回ですね、実はこの撮影、ワンピースの全ての情報を一つなぎにでやっている小田一郎公認ポータルサイト onepiece.com とコラボをさせていただいてるんです。実はドットコムの方にも2人の質問、うん、インタビューが載ったりしますので、はい、ぜひ皆さんね、見ていただきたいと思います。カッペさんがね、ずっとやっていらっしゃるコラムコーナー、うん、ウソップのこれは本当だの方に載ることになりますね、はい、そしてなんと、はい、またツイッターでリツイートグッズプレゼントキャンペーンを行いたいと思っております。はい、この動画で今からキーワードを1つ発表します。そしてもう一つのキーワードがワンピース .com のウソップのこれは本当だの方に載ります、うん、その2つとも覚えておいていただいて、ツイッターでリツイートして当選した人に DM をこちらがお送りしますので、うん、その2つのキーワードを返答していただくというなかなかハードルの高いものなんですが、このプレゼントがすごい。何？カッペイさん直筆サインの入った手配書プレゼント。マジ？なんと10名もう出されるがままに書きました。DM でお名前を確認してサインに記載したりとかもお願いしたりとかするので、あらかじめご了承くださいということになっております。たかしくん、思いつくがままにキーワードお願いします、うん、はい、じゃあここでのキーワードは、はい、全身。なるほど、お願いします。全身ですね、はい、この YouTube のキーワードは全身です、はい、ということで、カッペさん本当に今日は遅い時間までありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。最高、公式感ある一日だったぜ。すごかった。いや本当、ね、今日寝れないかもしれないですね。カッペさんどうでしたか今日、ちょっと一日。面白かったです。またなんかみんなで遊びに来れたらいいですよね。ぜひお願いします。ぜひぜひぜひ、はい、お越しください。一人全員揃って誰も止められないよマジでマジで2人はいらないからあわあわするだけになる。入っていけるのか、あのってなる。カッペさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。今後もぜひ遊びに来ていただけたらありがたいです、はい、ではカッペさんに振っていただいて3人で行きましょうか。次回もこの動画にというのを振っていただければと思います。お願いします。次回もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいる YouTube では今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。